電車が来ませー。アブノーおせー。電車が来ませー。アブノーおせー。電車が来ませー。アブノーおせー。こんにちは。分岐器と転轍器の第4回目。今回は、電気転轍器についてです。やっとできました。電気転轍器は皆さんご存知ですか？実物の例はこの写真の通りです。どうですか？誰でも一度や二度、いや100回や1000回でも足りないほど見ていますよね。今回、参考にしたのは NS 型転轍器です。NS 型は最もノーマルで数が多い電気転轍器です。NS 型以外では、最近では白いものや、水色のものを見られるようになりましたが、それはまた別の機会で。まず分岐器と転轍器、全体の説明です。分岐器側で前回までと違っているのは、前回までトングレールを動作させていたところに加えて、トングレールの先端にも部品が取り付けられています。これはフロントロッドといって、接続管を介して転轍器の作業管につながっています。動力は電気転轍器というくらいですから、電気で動きます。転轍器から2本のパイプが出ていますが、この中に動力用と信号用の電線が入っています。その電線は近くの器具箱や機器室へと接続されています。それでは電気転轍器の構造を見ていきましょう。説明は CAD で行います。できれば、ユニティで滑らかに動く様子を再現できればよかったのですが、作るのに気が滅入りそうなので、CAD 図面を手動で動かすこととしました。本体からトンボの羽のように伸びているのが、動作管カバーと、作業管カバー。カバーの下に、動作管と作業管があります。中央が動作管、手前が作業管です。作業管の反対側についている赤い部分がモーターです。モーターの種類やオプションで、大きさ、形が異なりますが、大体クラッチはついています。では内部を見ていきましょう。まず、カバーを外します。これは実物でも同じように開けることができます。カバーを外すと、中が見えてきます。ピンクの部品は電気関係ですが、次回以降に説明しますので覗いておきます。内部の仕切り板が邪魔ですので、ついでに外枠ごと一緒に外しちゃいましょう。どうですか？中はこんな感じになっています。歯車と、なんか変な形の物体が入っていますね。モーターの先を見ていきましょう。モーター軸とギアからは3つの歯車につながっています。ギア比で回転速度を落としていき、最終段の一番大きな歯車が転換歯車です。わかりやすくするために、転換歯車の内側部分を切り取ります。歯車から下側に向かって太いピンが突き出ていますね。そして何かの隙間に挟まっています。このピンはローラーになっていて、滑らかに動きます。赤い部分がその名も転換ローラーといい、転轍器の心みたいなものです。そして、動作管と作業管です。ちょっと周りの部品はどいてもらいましょう。動作管の両端には穴が開けられており、レール側の接続金具と繋がれます。中央部には何やら不思議な切り欠きがありますね。上のデコの形も気になります。作業管は上下2本があり、作業管継ぎ手で繋がれて、レール側と繋がります。作業管にも、切り欠きがあります。動作管の下に隠れているのが、ロックピースです。転換ローラーと関わる大きな部分と、作業管まで伸びる棒状のところが一体になっており、2本の作業管の隙間を通って末端部分が膨らんでいます。これが左右にそれぞれ1個ずつあります。では、これらの部品がどのように動作するかを見てみましょう。まずは中央位置から動いた場合です。まず液の機器室などから、動けと指令が来ます。すると電気回路が、ガチャゴチャと働いてモーターに電気を流します。モーターが回れば、各歯車が回転して最後に転換歯車のローラーが動きます。ローラーが動くにつれて、動作管の切り欠きを押し、横へと動かしていきます。反対方向に回れば、反対側に動作管を動かします。要は回転運動を直線運動に変える機構です。次に、作業管を見てみましょう。作業管は自ら動くことはなく、トングレールの動きにつれて移動します。動作管が動いて、トングレールが動いた状態が作業管にフィードバックされてきます。ここで、重要な役割を果たすのがロックピースです。ロックピースは、転換ローラーが動作管を動かし終えた後に、ローラーに押されて動くようになっています。また、ロックピースの先端が、作業管の切り欠きに入り込むようになっています。
ロックピースが切り欠きに入ると、電気回路のスイッチが動作します。スイッチが入ると、電気回路はモーターへの電気を切ります。連動装置は、このスイッチが入ったことで転換が完了したと認識します。点滴機以外にも、いろいろありますが、まあこれで信号が青に変わります。なので、何らかの原因でトンブレールが正しく動かなかった場合は、ロックピースは作業管の切り欠きに入り込むことができません。これの原因はレールの間に亀が挟まっていることが多いらしいです。そういう話を聞いた気がします。そうだろう、そうなんじゃないか、そうであってほしいと思う人が多いらしいです。そして、もう一つの役割。ロックピースが作業管の切り欠きに入ることで、物理的に作業管、すなわちトンブレールの先端が動かないようにしています。これこそが最大の目的の、作業です。また、ロックピースは動作管にも絡んで、ロックをする機構も兼ね備えています。動作管の出っ張り部分とロックピースの段差がうまいこと引っかかって、動作管もロックできてしまいます。いやー、よく考えられていますよね。本当に感心します。はい、最後にもう一度、転換動作の一連を見ていきましょう。モーターが回転を始めると、まずロックピースが動き、物理的なロック状態を解除します。そして転換ローラーが動作管を反対側に動かします。動作管で動かされたトングレールが動くことで、作業管も一緒に動きます。ちなみに歯車が回っている時の、ガラガラっていう音は気持ちがいいです。動作管が動き終わった後、ロックピースが動いて、作業管と動作管を物理的にロックします。めでたしめでたし。では元通りに組み立てていきましょう。電気点滴機について、わずかにでもご理解いただけたでしょうか。普段何気なく見ているあの黒い物体が、内部でどんなことをしているかがわかれば、鉄道旅もより楽しいものになるでしょう。それでは今回はここまでです。次回は、まだ説明できていないところ、細かな機能などについてやろうかなと思います。いかんせん、未熟者のゆえ、事実と異なるところがあるかもしれません。おかしなところ、間違っているところがございましたらコメントにてお知らせいただければと思います。ご覧いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。